稽古物運送業を展開しております合同会社もてなし便の新平社です。今こちらの動画ではですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズを送っております。今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、1996年、銀座スターの金町店に出して、年が明けたというお話ですね。平成8年ですかね、年明け1月、実はですね、仕事始めの日、私料理長という立場で会いながら寝坊して遅刻しちゃったんですよ。本当にもうちょっと恥ずかしくてね、若い時だったらいいんでしょうけど、よくはないですけど、部下がいる中、調理の、責任者として遅刻して、非常にちょっと年明けから恥ずかしい思いをしたことを覚えております。なので、別にお酒飲みすぎだとか何かあったとかいうことではないんですけども、ちょっと先の緩みですかね。元旦2日と休んだのかな、ちょっと記憶定かじゃないですけども、2日から仕事だったのか、どうか分かんないですけど、でも1日休んでるんでね、休み明け遅刻ということで、それも1年の一番最初の仕事始めの日に遅刻と、非常に恥ずかしいですね、ダメな管理職でした。ということで、この続きはまた次回よろしくお願いします。どうもありがとうございました。